スビーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。マリオ高野です。今回ですね、ちょっとアメリカのですね、スバルから興味深いニュースを、発見しましたので、そちらスービーフェストカリフォルニアというね、まあ、そのイベントの方にですね、なんとビアンセットの TS ね、 TS、かつて日本でも発売をされてた STI の限定車の TS がですね、登場したというニュースが入ってきました。まあ、この、日本語に翻訳された内容を見ていくと、基本的にそのサスペンションとブレーキ、あと内外装みたいな、まあ、日本で発売された TS もおおむねそういうことで、日本ではですね、最後に発売された TS が、初代の XV、 初代というかスバル XV になっての初代ね、 GP 型ですね、 GP 型の XV の本当の最終の末期に、設定された TS、まあ、あれが最後でですね、 TS というコンプリとかはもう日本で発売されなくなったんですが、それがなんとアメリカでね、なんかそれが登場したということで、まあ、アメリカのね、スバルはちょっとその独自性が強いと言いますかね、まあ、アメリカならではの、例えばウィルダネスとか、ね、まあ、ああいう感じでアメリカでしか企画されない、アメリカでしか販売されないそのスバルの車、まあ、ちょくちょくあるんですけども、今回のこの TS がね、果たしてどういうものになるのか、日本でもそれはまた TS が復活するのかどうかとか、それ全く分かりませんが、全く分かりませんけども、ね、まあ、今回アメリカで発表された TS、ちょっと中身を見ていくと、まあ、まずそのね、まあ、エンジンの方はおそらくパフォーマンス的な変わってないのかな。ただ、ブレーキの方が、まあ、ブレンボブレーキ、フロント4ポットのゴールドのキャリパーが装着をされる。で、サスペンションの方はですね、まあ、このアメリカのサイトではですね、まあ、STI チューンということなんですけども、こう見ていくと、日立という、ね、ダンパー、前後のダンパーが日立という名前がありますので、これおそらくまあ想像ね、日立という名前から想像すると、日立アステモ、例えば日本だと旧型のインプレッサスポーツの STI スポーツ、あるいは現行型のフォレスターの STI スポーツに採用されている、日立アステモの SFRD ダンパーですよね。まあ、ということはそのね、系統がこのアメリカのBRZ の TS には採用されるのかなという、まあ、その日立という名前からするとそれを想像します。はい。で、それ以外はですね、まあ、見た目のね、加色、どうやらこのね、例えばヘッドライトのこの BRZ という文字が赤になってたり、そしてどうやらこのグリルの方にね、日本だと日本で過去に発売された TS、まあ、例えば旧型の BRZ は2回設定されましたけど、 TS がね、あの TS というエンブレムありましたが、なんか BRZTS みたいな、ちょっとなんかアメリカの独自性の強いようなエンブレムが、ついたりするのかなというものが見られます。で、タイヤサイズはね、21540/18インチのミシュランパイロットスポーツ4なので、まあ、これはこれまでのね、純正の上級グレードと変わらないのかなと、いうことでございますね。あと、日本とね、同じようにマニュアルトランスミッションにもアイサイトが、装備をされるというようなことが発表されてます。で、おそらくまあエンジンなんかはですね、変更はないのかな。あと、まあ、ちょっとオーディオがね、豪華なものついてたりとか、ちょっとまあアメリカならではのその仕様が説明をされてますけども、まあ、日本で発売された TS にやっぱり近いような、あるいは TS というか、日本で発売された旧型の BRZ の STI スポーツ、あのダンパーがね、ザックスで、ブレンボがブレーキついてたりしましたけども、まあ、あれに近いようなものがおそらく出たんだろうなと。で、じゃあそれがね、ただし日本で売られるのかとかですね、じゃあ日本では STI スポーツになって出るのかとか、あるいは TS が復活するのか、まあ、全く分かります。全くもう想像するしかないわけですが、ひとまずアメリカでそういうものが出たということですので、まあ、我々日本のね、ユーザーも何らかの期待をしてしまうのかなということで、この BRZ まだこの秋に、ね、マニュアルにアイサイトがついて、アイプライドで言うと、もう C 型になるのかなということですので、まあ、何かしらそういうね、ちょっとおっというものが出るのかどうかみたいな、ちょっと期待をしてしまうね、まあ、そんなニュースがアメリカの方で発表されたということでございます。まあ、現行型 BRZ ね、これまでまだあれですね、BRZ10 周年記念の刺繍が施された限定車がね、出ただけで、まだスペシャルなモデル出てませんので、この C 型ぐらい、あるいは2の次の D 型あたりで何か
設定が追加されるのか、限定車が出るのかなみたいな、そういう期待を、期待にこうちょっと膨らんでしまう、そんなアメリカのニュースでございました。ありがとうございました。